熊取り越え、熊取り越え、熊取り越大熊取り小熊取り越大熊取り小熊取り越は、熊野那智をこそ、和歌山県東室郡那智勝浦町と熊野本宮、をこそ、和歌山県田辺市本宮町本宮とを結ぶ、三景道。熊野山山、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社への三景道、熊野古道中辺地の派生ルートの一つ。 熊野那智大社から、その後輩にそびえる那智山を越えた赤城川の下国に、至るまでを熊取り越え、大熊、鳥越え、赤城川から、熊野本宮大社に至るまでを、小熊取り越え、小熊、鳥越えと呼ぶ。熊野古道中辺地は、熊野本宮大社に達した後、熊野三山,山,山を巡杯する道となる。平安時代後期から、鎌倉時代初めにかけて確立した中世、熊野参りにおける、 通常の順配ルートは、熊野本宮大社から熊野川を下って、熊野早玉大社に、ついで陸路で、熊野那智大社にもう出てから、同じ道をたどって、熊野本宮大社に帰参するもので、中世の三景気における散々順配は、以上のルートを追っている。しかし、那智山から本宮までの経路としての熊野川は、船賃を要する上、大雨の後などは、航行困難ないし不能となる。 そのため、修行者や庶民が通行する道として山間部を塗って、本宮と里都市を結ぶ道が早くから存在したと考えられている。それが、雲取越えの道である。このように、中世における雲取越えは派生ルートとして位置、付けられるが、西国33所が定着する室町時代以降には、西国33所を巡る巡礼者や旅人が、盛んに往来する主要ルートとなった。 一部は、国の史跡、熊野三景道として指定されている。世界遺産、紀伊産地の霊場と三景道を、2004年7月登録の構成資産の一部である。前述のように中世熊野参りにおける熊取り越は、派生ルートとしての性格を持つが、隕石期の熊野参りの中にも、熊取り越の道を辿って本宮へ直行する例があり、県人元年。 1201年の後鳥羽院の四回目の参詣がその例である。その様子は、追行した藤原定家により、熊野道行きまぐき、赤月期初秋に記録されている。後鳥羽院一行が、雲取り越えをたどった事情は定かではない。一行は、朝から降り続く大雨をついて出発し、那智から本宮までを一日で越えているが、 雲取り越えを1日で越えることは今日でも困難なことある。定家は傘をかぶる美濃を着て腰に乗っていたにもかかわらず腰の中でずぶ濡れになり本宮に着いた時には前後不覚となったと記し厳しい1日であったことを伺わせる。12世紀前半に陰世紀熊の参りの世紀は過ぎるが雲取り越えは西国33所のメインルートとして定着した。 平安末から鎌倉初期にかけての熊野参りと同じく西国十三所もまた4世紀の観音信仰の流星を前提として十一世紀頃には全身に相当するものが成立していたこの時期の三十三所の順序や寺院の組み合わせは様々で何種類もの観音霊場巡礼が並存し一つの寺院が複数の観音霊場巡礼における霊場として 数えられていた。だが、平安時代末期から、鎌倉時代所要にかけての熊の参り成功を、背景に、那智さ山西岸都市、第一番とするようになり、熊取越えから、元宮周辺へ出て、中辺地の主要部分を精神し、第二番君い寺らを経て、各地をめぐって、第三十三番谷組山家厳寺に至る順路が、室町中期頃までに固定化していったと見られている。 三十三書の確立に大きな役割を果たしたのは、那智さんの造営に要する膨大な費用を集めることを目的とした肝人将たちの活動であった。熊野三山の造営は、造営両国や公的保護から得られた財源に依拠していたが、それらが失われる十五世紀後半からは、肝人性による本願書に頼るようになる。那智の肝人将たちは那智七本願とも呼ばれる。 大規模な本願書を拠点とし、各地をめぐって三十三書の組織化に努めた。聖願都寺を第一番とし、下言寺を第三十三番とする順序が、資料上に所見されるの、漢人性の活動が定着するのと同じ十五世紀、中頃のことである。さらに、漢人省たちは、巡礼の庶民を対象にした宿小も受けるなど、より多くの巡礼を招き、 さらに多くの方がや参戦を獲得することを目指した。こうした過程を経て、当初、もっぱら修行像や、修験者らのものだった、西国十三所巡礼だが、室町時代中期には庶民による巡礼が、定着していた。自社経済の担い手であることから、本願書の影響力は大きかった。しかし、爆藩体制が整えられて社会が安定し、 自社の経済的再建が進むにつれ、江戸幕府や紀州藩の宗教統制を背景に、社家は本願書の抑圧と自社運営からの排除を進めた。こうした排除は、例えば、智山では延響元年1744年の再居場をもって本願書から造営修理権、官人権が剥奪されるまでに至った。 だが、本願書によって募られていた庶民の方がと参戦は、自社の造営に依然として欠かせないものであった。そこで自社の側では、一層増加する庶民巡礼から方が参戦を得るべく、寺院全体を三十三所の巡礼寺院として宣伝した。こうして、熊の参りに代わって、西国十三所巡礼が盛んになる十五世紀中頃以降、熊取越は、 多くの巡礼者や旅人が往来する主要ルートとなった。西国三十三章を含めて巡礼が庶民に広く開かれるようになると同時に多くの気候文や知史、名所税に登場するようになっただけでなく、昭和院門跡の大峰屋賀家公が通行するルートともなった。これらの記録から近世の雲取り越えの様子を知ることができる。気候文の例として、 大阪高麗橋付近に住む、市名不詳の商人による、原文三年、1738年の、熊野巡り、以下、巡りと略記、伊丹の酒造家、矢尾八三江門野の,の家人による、延京四年、1747年の、三熊野三景道中日記、以下、道中日記と略記などが見られる。巡りの商人たちは、小辺寺経由で、熊野に入って三山を巡拝し、 雲取り恋から本宮、中へちを通って大阪へ帰ってる。巡りの著者は道中の風物について詳しく一き届いた記述を残しており、沿道の事物のありを鮮やかに浮かび上がらせている。道中日記の著者は友人二人、籠ごや二人の一行で痛みを立ち、巡りと同じルートをたどっている。高野さん、小へじを経由して4月7日に本宮に着き、宮山順杯の後、 雲取り越えを超えた。しかし、山中での雨のために、大雲取越へで足止めされ、9日から11日まで3日を、要している。大雲取越の宿での滞在の間の記述に、山中での不自由な生活の様子が描写されるなど、興味深い点が多く、内容豊富で、異色に富み、特に民族関係資料に見るべきものが少なくない、点で近世の熊の三景気として際立ったものであ、 金星に急増した東国からの参経者も、雲取越を通行した。東国からの参経者による参経気の例として、藍津南山補助小や、福島県南藍津郡南藍津町の記事や、大和屋一行による伊勢三宮道中期がある。大和屋一行は、開栄三年、1850年正月に藍津を立ち、伊勢三宮を経て2月9日に、新宮について、 熊野早玉大社に参詣した。翌10日には熊野那智大社へ参詣して、すぐに大熊取越を越え、11日に本宮に着いてから小平寺を越えて、機内に向かっている。火影6年、1853年に刊行された、西国33三三所名所図以下、33三三所と略記は、西国33三三所にまつわる名所図の中では、 最も広く知られたものの一つである。第一番札所西岸都市から第八番札所、長谷寺までで観光が忠実しているものの、単に札所のみならず、巡礼道沿いの名所旧跡、伝承、出土物などについても詳しい記述が見られ、写実性の高い挿絵に富むことと、相まって、知史、資料として価値の高いものとして知られている。道書には、雲取り越えは、 大運取り坂、小運取り坂として記述され、道筋や茶屋の詳しい記述が見られるほか、山中の不便な道であるとし、入念な準備の必要を説いている。明治時代に入ると、自社産経の風が薄れ、すでに明治中期には巡礼者の数が急速に減少していたと推定されている。明治時代の気候文では、長塚節のものがある。長塚は1903年、 明治三十六年七月から八月にかけての関西旅行の折、八月十一日に、那智から本宮まで雲取越えを一日で越えている。この時に読まれたのが、最優歌、長塚節歌集初集の歌三首出る。長塚と同じく荒々木派の歌人である土屋文明は、熊野に大きな関心と愛着を寄せて、生涯に八度にわたって、 熊野を訪れて百首を超える歌を読んでいるが、そのうち二度は、雲取り越の道をたどっている。一度目は1925年、大正14年8月7日から8日にかけてのことで、斎藤も吉、武藤善友を伴っている。長塚と同様、文明の一行も8月の暑い森に、大雲取り越をたどったため、谷水で喉を潤したり、汗に悩まされたりといった山中での様子を歌っている。 大雲鳥越を超えた文明の一行は、大雲鳥越国鳥鳥越の中間点となる、小口村、和歌山県新宮市熊野川町で宿を取り、翌日には、国も鳥越を経て、熊野本宮大社に参詣し、湯の峰温泉に投宿している。この時読まれた歌は、文明の王冠州、木吉の灯しびに収められており、その他にも吉の灯しびや随筆、変路によって、 前後の消息を知ることできる。雲取り越えを通行する。西国巡礼は、大正末期まで依然としていたと見られるものの人数は減っており、加えて、人通りの少ない夏場のことでもあったためか、一行の読んだ歌からは、荒れた道の様子が見受けられる。文明の二度目の雲取り越えは1961年、昭和37年のことで、小市美吉を従えて、 大熊取り声のみを歩いている。この時は出発が遅かったせいもあり、山中で日が暮れたため、地元の林業会社が設けたハンバー小屋に宿を借りている。この時の様子は後に属性南州に収録された。熊野古道に対して改めて関心が向けられるようになるのは第二次大戦後、特に1965年、昭和40年頃からのことである。 熊野那智大社宮寺の篠原志郎は、那智総書の観光や九十九王子の失会、調査といった執筆活動を通じて、熊野信仰を世に知らしめるべく力を尽くしただけでなく、1969年、昭和四十四年に、熊野古道を歩く会を組織し、多くの参加者と共に、中ヘチや熊鳥越をたどった。百七十八年、昭和十三年、文化庁は、 奥の細道、中仙道と共に、熊野古道を、熊野三景道として、歴史の道に指定した。この時指定されたのは、中辺チの内古城をよく留めていた滝尻から三山、及び那智から受川間の大門坂と、熊鳥越であった。しかしながら、指定直前の1977年、昭和52年に、 都大吉村神戸大学の調査隊が、大熊取り越の倒査調査を行った際には、物種や崩落により、各所で道が寸断されていたために倒査は難航し、特に船見峠付近では古道をたどることを断念して、林道に降りなければならないほどであった。その後10年ほどの歳月をかけて、調査と整備、復元が進められ、1987年、昭和62年には、 国の史跡指定が答申され、1996年、平成8年には改めて歴史の道百選に選定された。2000年、平成12年11月2日、史跡、熊野山経路の一部として指定を受け、2004年7月には世界遺産、紀伊産地の霊場と山経路の一部として登録された。その他注目すべきものとして、 西岸都寺の大峰奥掛け港がある。西岸都寺の大峰奥掛け港は、1985年、昭和63年に副住職の高木良英の手により復興されて、以来、一般参加者も含めて、多くの人が参加して毎年行われている。西岸都寺の大峰奥掛け港は、熊野から吉野を目指す順備で、那智から本宮までをたどる春の峰入りにおいて、1日で、 熊取越えを越えている。また、2004年には、世界遺産登録を記念して、昭護院による、大峰屋掛業全工程の140年ぶりの復興が実現した。昭護院の大峰屋掛校は、吉野から熊野を目指す逆部で、熊取越え派行の最終工程として歩かれた。2008年、平成20年には、田辺市を中心とする郷土研究団体、 気南文化財研究会による、田辺市内を心とした熊野古道の調査が行われ、国元取り越から、元宮周辺の道で、調査の進んでいなかった範囲に、世界遺産登録対象となっている箇所以外にも、古道が比較的状態の良いまま現存していることが告げされ、今後の調査が期待されている。雲取越えのルートと、その周囲の名所、旧跡、遺跡等について記述する。 熊野道行間口や西岸都寺が主催する大峰奥掛港では、那智から本宮までを一日で越えている。しかし、小平寺のような山岳ルートはさておき、熊野古道の中では最も厳しい難所であり、全ルートの東派には二日をかけるのが一般的である。熊取越の前半部である大熊取越、大熊取越は、那智山から小口、小口、新宮市熊野川町までを、 船見峠、石倉峠、越前峠と、標高800メートル前後の三つの峠の上り下りを繰り返しながら結ぶ。西岸都寺の裏手の石段から出発し、妙法山への道を分ける道標に出会う。この道標には、左妙法山大雲駆け抜け道との国名があり、三十三所には、妙法山大指導、阿弥陀寺境大を経由していく道筋も併記されている、ことから、 たどられる例もあったと見られる。だが、本街道は、妙法山を経由せずに色川からの街道が合流してくる大戸平に出て、尾根熱帯の道となる。ところどころに素朴な石畳を残す道をたどり、登り立て茶屋に着く。登り立茶屋を過ぎ、船見峠、船見峠、883メートルにたどり着く手前には、船見茶屋跡があり、 熊野灘の長の眺望が開けることからこの名がついたとされる。船見峠からは八丁坂を降り、杉小立の中を行く、谷間の道に下る。ここは、亡者の出会いと呼ばれ、死者に出会うとか左髪に着かれるといった、民族伝承がある。亡者の出会いを越えて林道に合流し、渓流を横目に進み、地蔵茶屋に着く。地蔵茶屋は、石倉峠の上がり口にあった茶屋で、傍らにあった、 地蔵堂が現存する。茶屋は大正時代まであったようだが、前述のように1925年、大正14年に文明の一行が訪れた際には矛盾となっており、次に文明が歩いた1961年、昭和37年には地元林業会社のハンバゴ屋があった。地蔵像のある石倉峠、石倉峠、標高805メートルまで、 杉林の中の苔むした石畳道を登る。石倉峠から小さな谷に降り、直ちに越前峠、越前峠、標高871メートルに登り返す。三十三所は越前茶屋があるとし、ここと地蔵茶屋の間にあった石倉茶屋なる茶屋が廃絶したため、休息できるところも、食料やわらじを入手できる場所もないとして読者に注意を促している。 ここから続く、石畳の下り道は、銅、霧坂と呼ばれる。小口までの約800メートルの標高差のうち、楠木のくぼちゃや跡周辺で傾斜が緩くなるまでの580メートルを一気に下る急坂である。銅切れ坂を下って行き、傾斜が緩やかになってくると石垣と共に、地蔵や墓標、高心像、魔害物といった意向が現れてくる。この一帯は、 楠木の久保茶屋、楠木スノ茶屋、楠木や、クスノキや、が、久保、道中日記ともと呼ばれる山腹の集落で、1.5キロメートルほどの間に十数軒もの宿があった。楠木の久保から下った中根にも5軒ほどの宿があったといい、縁座席、和ロウ大使、和ロ在使を、地主神として祀るだけでなく、通行する旅人に見せ物にしては料金を取ったという。 川沿いの小集落に出るとそこが小口で、明治頃まで街道の要所として十軒ほどの宿を用していた。大熊取越には、街道宿や茶屋跡、道標などの交通遺跡は見られるが、地蔵像や無縁房の類を除けば、信仰に関連すると言い得るような意向は乏しい。自社三景の物見輸産化が進んだ近世に主として、通行された三景道である大熊取越では、 中世熊の参りのように参詣者たちに腰がついて、参詣儀礼を指導したり、言行を行わせたり、するようなことなく、宿所の提供さえあればこと足りたのである。しかしながら、容易ならざる道であることには、変わりなく、途中で、病や怪我に苦しみ、あるいは行き倒れて葬られるものも少なくはなかったと、考えれている。国も取り越え、国も取り越えは、 熊取越の道の後半部をなし、大和瀬、小和瀬、新宮市熊野川町から受川、受川、田辺市元宮町を結び、熊野本宮大社に至る。小口を立ち、大和瀬の私は後で赤木川を渡り、小熊取越の参道が始まる。石畳や石段のある坂道を C の木茶屋、C の木茶屋、または、細平茶屋、細平茶屋まで登ると、そこからは、なだらかな道が続き、 眺望が開けてくると桜茶屋である。桜茶屋を過ぎて、杉林の中の道を登り、国元里越え最高地点の桜峠、四百六十六メートルにたどり着く。これより、分水霊の尾根沿いのうばめがし林の中の道をたどり、やがて山腹を巻きながら下って、歌し、うばめがし、なら、桜、などの樹木からなる、古い熊野の商用樹林の姿をとどめた森に入る。 また杉と日の木の林に入って登ると、石道茶屋、石道茶屋、または、石戸茶屋、石戸茶屋に着く。石道茶屋からは、間もなく、西の河原地蔵に出会う。ここからの険しい稜線を登る道を越えると、林道交差を経て、女宝山、六百十メートルの山腹を巻く道に入る。女宝山の山腹を巻く道を進むと、百軒座、百軒蔵である。 熊野地方の古い言葉で、崖のことを岩倉ということから、百軒座とは高い崖の上を言い表す地名で、王道山地や果てなし山脈を望む景観に優れた場所である。ここからは、雑木林の中を単調に下る道となり、万歳峠分岐に差し掛かる。貴族風土器の記述によれば、受け側に下る道は、国も鳥越の振動であるという。それによれば、 中世以来の旧道は、この分岐から一万歳峠、万西峠を越えて、熊野川下半の四股に下る道であるといい、熊野道行きまぐきに言う資金法とは、志い西へのことであり、西行の次の歌も根拠になるという、分岐を過ぎると松畑茶屋である。巡りには四、五軒の家があったと記され、今日では、石段と墓地の跡が残されている。松畑屋からは、 幅の広い土道をたどり、熊野川と大音川の合流点にある池川に降りる。池川から熊野本宮大社までは川沿いの道を進んだとみられるが、この道は国道168号と重なっており、球場をとどめていない。熊野参り気候や道中日記といった近世の気候分では、池川から本宮へ向かわず、湯の峰温泉の方向へ抜けていった。 湯の峰への道の入り口となる道標が168号線を本宮に向かって200メートルほど進んだところの山側に現存し、右本宮、左栗を経て高の山と読み取れる。道標から左手に進むと数箇所に石段跡のある幅の広く明瞭な道が現れる。この道を渡瀬道と言い,い、受け川と湯の峰温泉近くの渡瀬集落を結ぶ。 生活道路として徴用された。渡瀬道は松葉峠で本宮方面からの道を合わせ、左湯の見事国名された自然石道標から下って林道に交流し、渡瀬集落に着く。渡瀬から湯の峰温泉への鼓動は不明確である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。